皆さんこんばんは、アクアテイクイの上野です。アクワクスタンプラリー最後の店舗紹介は当店アクアテイクイです。まあ今更な感じはしますけど、当店レイアウト素材に力を入れていて、外のワゴンにもたくさんのブランチウッドが在庫しています。中入っていきましょうね。中に入ってすぐ目につくのがオーナー竹井が作っている180センチ水槽です。ただちょっと今寂しい中身になっていて、一応本人のために説明しておくと、今年のレイアウトコンテストに向けてリセットしなくちゃいけなくって、その途中段階です。流木どかして水草を外して、まあこれから石をどかしてリセットかなというところなので、ごめんなさい、ちょうど寂しい状態にはなってますけど、まあ今年のレイアウトに皆様期待してください。下を向くと、はい、たくさんある流黄石。この上の水槽180センチですから、180センチ幅以上に並べられた、このたくさんの石たち、選び放題です。あとは、入ってすぐ、そんなに在庫はたくさんいるわけじゃないんですけど、金魚コーナー、メダカコーナーもあります。そこまですごくたくさんはいないですけどね。あと当店といったらですね、テイクイといったら水草レイアウトのお店なので、担当の副店長高萩が一生懸命水草も頑張って仕入れてきれいにしていますので、ぜひぜひ水草も選びに来てください。こちらもたくさんありますね。珍しいものから一般種までいろいろ揃ってますよ。組織培養の水草も冷蔵庫2つ分あります。最近は陸上植物にも力を入れていますので、こちらも担当高萩力入れて仕入れてますので、いろいろ捕まえて聞いてみてください。あとメンテナンス部長の太田もなかなか陸上植物詳しいので、ぜひぜひ聞いてみてくださいね。あ、もちろん ADA のワビ草なんかも今ちょっと売れて在庫寂しめですけど、週末なのでいつもいっぱい揃ってますので。こっちは今年入った、もう曇っちゃってますけど、上畑のインドネシア便のクリプトコリネ。まあ、こちらはワビクサマット。珍しいものから一般種までいろいろ揃えてますので、水草。ちょっとこの今、振り向くと私のコンテスト用水槽があるので振り向けないんですけど、私たちスタッフみんな世界水草レイアウトコンテストに、お店の水槽で参加するので、ぜひ、今は映せないんですけど、見に来てください。あ、人気のそういえば、ブセファランドラなんかも、今反射してうまく映ないですけど、このケースの中いっぱいに入ってますから、ぜひ選んでくださいね。あとはもちろん、用品類もいろいろ置いてます。だいたい必要なものは揃うようにしてるはずですので、ヒーターのサイズとか、フィルターの選び方とか、何でも私たちにお聞きくださいね。はい。振り返るとあるのが、当店自慢の ADA 製品が入ったこのガラスのショーケース。大体の ADA 製品、よっぽどマニアックなものとか大型水槽を除けば当店で揃うと思うので、お気軽にご相談ください。パーツの取り寄せなんかもやってます。お、これは、あとは、売り物ではないんですけど、IAPLC の100位に100位以内が入選って言うんですけど、入選した時にもらえるメダルを並べてます。スタッフ4人分です。去年は私だけ入選しなかったんですけど、オーナーの竹、副店長の高萩、メンテナンス部長太田と入選してます。私は佳作でした。200位以内 ?300 位以内でした。メダルはもらえませんでしたけど、まあ、言い訳させてもらうと一昨年まではもらってるんですよ、ちゃんと。というわけで、当店がどのスタッフに聞いても世界水草レイアウトコンテストの入選者なので、レイアウトの相談、水草の育成相談、何でもしてくださいね。ちょっとしたごめんなさい、自慢でした。あ、今これ、ジェックスの新製品が出てるので、新製品コーナーです。レジ前はちょっと今推してる製品なんかを私が並べたりしてます。たまに植物の何でしょうね、珍しいのを並べてたりもしますし、ここはよくチェックしてください。今はジェックスの新製品コーナーです。まあ、くるっと本当に簡単に製品コーナーは、用品コーナーですね。見ていきましょう。水槽はだいたい60センチまでは
キューブガーデン AD のなんか置いてますので、90センチ以上はお取り寄せになるのでご相談ください。あと、はい。レイアウトによく合う小型ビギョを中心としたお魚も在庫しています。おっと、あとせっかくなので、私がトリミングサボっちゃってますけど、レイアウト水槽もきれいにします。きれいにしますので見に来てください。これは今見栄えしますかね。大戸石を使った山岳レイアウト。はい。水草レイアウトに力を入れているので、もちろん、コンテスト向けの以外もきれいに作っていますので、ぜひご覧ください。こっち側もずらっとこう、お魚の水槽。あ、まあ、テクイの YouTube 見てらっしゃる方も見慣れてますね、この辺は。レイアウト。これアクアプランツに載せたやつ。あ、ごめんなさい。アクアライフに掲載された、はい、水槽です、こちらは。ずらっと行って、あー、ここ危ないな。今、高萩と太田が今、コンテスト向けの水槽を今いじってるので、映さないようにしましょう。こちらはアヌビアスを主体とした私が作った45センチ水槽です。ちょっと二人の足とお尻だけ映ってますけど、二人は今一生懸命コンテストに向けて、制作してます。力入ってますよ、二人とも。多分私より、お尻振り出しましたよ、太田が。普段映りたがんないのにもう、もう、ね、何でしたっけ？で、じゃあ二人の邪魔しないようにしましょう。これ映せないんですよ。コンテスト向け水槽。多分映すと特に太田にすごい怒られると思うんですよ。あ、笑ってる、萩ちゃんが。たか萩が笑っておる。萩ちゃんはそんな怒んないかな？太田くんは、失格にならなきゃ怒んないそうです、萩ちゃんは。太田くんは、あ、電話鳴っちゃったけどごめんなさい。閉店後で留守電になってます。なんて紹介動画だ。なんて紹介動画だ、この当店のグダグダ感。取り直しませんよ、たとえ電話の音が入っても。はい、ベタコーナー。あ、ごめんなさい、この 20% オフは今日まででした。普通先に剥がしますよね、動画撮る前にね。すいません。あとは当店自慢のディスカスコーナーなんですが、今おすすめは、あ、おすすめのディスカス映しておきましょう。ペルビアンロイヤルグリーン、これワイルドのディスカス。あ、慣れてますね。寄ってきますね。私のおすすめ。今とても調子が、特にレッドスポットが、この、はっきり言った個体、おすすめです。調子いいですね。ちょっと簡単には、見て、簡単な紹介になっちゃうんですけど、くるっと最後まで映しましょうか。あ、高萩が作ってるアクアテラリウムです。まだまあ、制作中ですかね。そうそう。入り口付近でも紹介しましたけど、当店、たくさん本当に、流木と石置いてますので、ぜひ、ゆっくり時間をかけて、お選びいただければと思います。これ大体、魚の重機の下、全部石とか流木とか置いてるので、大体40坪ないぐらいなんですけど、ぜひぜひ、レイアウト素材も選んでください。ざーっと行きましょう。全部レイアウト素材です。あと、雲山石もあります。それで、よく SNS で入荷したレイアウト素材の中からおすすめ品写真を撮ってご紹介してるんですけど、そういうのが選びやすいようにこちらのコンテナにまとまってますので、SNS も要チェックです。というわけで、簡単にではありますが、アクワクスタンプラリー参加店紹介、8店舗目は、アクアテイクイでした。最後、今調子がいい山岳水槽を移してお別れしたいと思います。ごめんなさい。もうほとんど日数は残されていませんが、あと何日でしょう。今日はもうこの時間というか収録してる時間がもう皆さん大体閉店時間だと思うので、あと4日ですけど、ぜひ豪華景品目指して、コンプリートを目指して頑張ってください。それでは、アクアテイクイの上野でした。